粘土みたいですね。あら、今度も、まあ、粘土を目に当てて何にも見えるわけないですよね。あ、なるほど、目隠しだけだと見えてしまうといけないということで、まず粘土を目に当ててから目隠しをするというわけなんですね。では思いっきりバンダーリさんの目隠しを縛ってください。思いっきりです。今日は女性ですからちょっと力が足りないでしょうか。アシスタントの彼に縛っていただきましょう。彼も力強そうですものね。はい、もうこれでバンダーリさん何にも見えません。はい、ではどうぞ手前の女性からまずこちらの方に来ていただきましょうか。他のお客様に見えるように真ん中のあたりに、いいですか、あなたのお名前をヒンズー語、スペイン語、メキシコ語、そうですね、イタリア語、フランス語、タイ語、北京語、中国語、韓国語、ハナモゲラ語、何でも結構ですけれども、書いていただきたいと思います。今言った中に書けるのもありますか。あ、ごめんなさい、私なら日本語を忘れていましたね。どうぞ日本語で書いていただいて結構です。まあそうです、日本語をてっきり忘れておりました。漢字は難しいですか。漢字、あなたの名前は漢字は簡単ですか。はい、じゃあ漢字でどうぞお書きください。はい、基本的にはバンダーリさん、日本語は読めないし書けないし、ましてや漢字は全然なんだかわからないと思います。はい、ありがとうございます。どうぞこちらに、あら、どうぞこちらにどうぞ。はい、ではバンダーリさん OK です。書けるでしょうか。あ、バンダーリさんそっち行ったら怒ってしまいますよ。はい、ちょっと心配になってまいりました。頑張ってトライしています。一生懸命書いていますけれども、書き順の方はちょっと許していただけますよね。なかなか面白い書き方をしていらっしゃいます。はい、ご覧ください、一生懸命書きました。合っていますよね。別にお知り合いじゃないですものね。はい、よくできました。どうもありがとうございます。じゃあ消してください。さあ続いてはどうぞ女性。はい、そうですね、数字を書いていただきましょうか。あの数字はいくつか、ご自分の好きな数字をいくつか並べて書いていただけますか。どうぞ。はい、バンダーリさん OK です。間違えました。でもあのたまにはこういうこともございますので。でもずいぶん派手に間違えましたね、バンダーリさん。あら、バンダーリさんたら完全に私をからかっていますね。拍手をお願いいたします。どうぞ計算してください。ちゃんと合っています。まあずいぶんお茶目なんです。本当にこういうところがバンダーリさんの可愛いところなんですね。では続いてのお客様、最後のお客様です。そうですね、今度はどうぞ。はい、マークを書いていただきましょうか。例えば丸とか三角とか四角とかハートのマークとか、あと郵便局のマーク、畑のマーク、田んぼのマーク、何でも結構です。お天気のマークでも結構です。お好きなの、はい、一つか二つぐらいで結構ですよ。なるほど、どうぞこちらへ。なかなか
珍しい組み合わせでございますね。さあどうぞ、バンダリさん OK です。あ、でもここはハワイアンセンターということもございまして、お風呂が外にあったりしますよね。ですから、あ、またバンダリさんがちょっと、まあ、どこの国でも男性というのは本当にいつになっても子供っぽいって言いますけど本当ですね。でもこういうところが可愛いところなんでしょうね。さあご覧ください、お星様をたくさん描いて自分の似顔絵と I love Japan 日本の国旗をつけていただきました。もう一度拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ではバンダリさんの目隠しを外してあげてください。お客様ちょっとお待ちくださいね。はい、バンダリさん見えますか。はい、よくできました。もう一度拍手をお願いいたします。バンダリさんには本日の記念